鞘のいる、投資図は、伊達一行が1983年に発表し、第6回、スバル文学賞を受賞した小説。また、これを原作として、同年制作され、1986年に公開された日本映画。主演、高木さ脚本、石井隆監督、泉誠二。制作、プルミエインターナショナル、配給、ヘラルドエース。 制作は1983年だが、公開は1986年。美日本業界を舞台に美日本カメラマン橋口博士、微日本編集者、神崎、美日本モデル、鞘の三角関係を描く。伊達一行の原作は発表されるや、生々しいセックス描写がセンセーショナルな話題を呼び、メジャー映画会社や独立プロ発社から映画化の申し込みがあり、 増田久夫プロデューサーが代表を務める制作会社、プルミエ、インターナショナル制作、日本ヘラルド映画配給で映画化が決定した。1981年の池田敏春監督、天使の腹渡赤い因果を見て、石井隆の脚本に惚れ込んだ、増田プロデューサーが、石井に脚色を依頼し、制作がスタート。天使の腹渡赤い因果も美日本業界を舞台に、している。 最年長が39歳という若いスタッフが結集した。制作費1億円。石井隆氏は脚本を相談なしに部分的にキャラクターも含めて変更された。撮影日数18日。高木沙耶は映画初出演で初主演し、ヌードも披露したが、2作目の出演作、チンピラが先に公開された。高木は本作制作時は、 オスカープロモーションに所属し、ティーン雑誌などで活躍する売れっ子モデルだったが、モデルの仕事は失っても悔いはない、女優になりたいという一心から、19歳の時、本作のオーディションを受け合格した。ピニホンのモデルという役柄から、ヌードやハードな演技が要求され、本作出演でモデルの仕事はなくなった。役名も機に、入り本名は古臭いと感じていたため、 役名を芸名にした。高木やスタッフの奮闘を虚しく、映画は、お蔵入りし、その後出演2作目だった、映画、チンピラが先に公開され、高木が、オールナイトフジの司会に抜擢されるなど、人気が出た3年後にヘラルドエースの配給で日の目を、見た。また、名高達郎も1986年に元ミス、日本と婚約し、 本作公開直前に突然婚約を解消して大騒ぎとなった時の人であった。参加研究で知られた参加区間の経営する東池袋の名画座文芸座の尽力で1986年10月渦漏れた新作発掘ロードショーと名打ち、その第一回作品として文芸地下劇場で制作から3年が経った1986年10月17日に 同劇場で公開された。2002年7月に DVD が発売されている。A.B. 鞘のいる、投資図のチラシピア。A.B.C.D. 日本シナリオ作家協会編。作品解説。鞘のいる、投資図文。鬼ヶ子ラリ年間代表シナリオ週86ダビット社。1987年。278から279ページ。A.B.C.D.E。 制作ニュース、さやのいる、投資図、映画時報1983年11、12月号、映画時報社、31ページ。ABC 佐々木原康氏、撮影報告、死んでもいい、映画撮影1982年8月31日、発行ナンバーワン17、日本映画撮影監督協会、28から31ページ。 abcdefghijklm トークスペシャルニューイーオンラインタビュー高木さやユニォンモデルをやってましたね裸になるのは覚悟していました私思いっきりがいいですから週刊平凡1986年11月21日号平凡出版100から101ページ ab さやのいる投資図デラックス版 NBC ユニバーサルエンターテイメント カリスマモデル、マシド・イクエが、高木さや容疑者になるまで、高木さや、大魔女優と呼ばれて石垣島へ、男性4人と共同生活の現在、高木さやさん、マシド・イクエさん相棒スタッフブログ、ジグザグ、招待状も、発送済み。婚約解消した、名高達郎に不可思議、週刊宝石1986年10月10日、号、公文社、58ページ。 横浜映画祭公式サイトありがとうございます。